出るんですけれども、これまでに世界中で一番売れたレコードはビング・クロスビーのホワイト・クリスマスだそうです。まあいいですけどもね、ビング・クロスビーのねホワイト・クリスマス、あの低音がねすごい魅力なんですけれども、売れたというよりもこれからもずっと売れ続けるでしょうから、売れていると言った方がいいかもしれません。今年もまたいろいろな人のねいろいろなクリスマスレコードが出ていますけれども、誰のどのレコードもとっても素敵です。やはりクリスマスというテーマがいいからなんじゃないかなって思ったりして、堀ちえみでした。おやすみなさい。